呪術巡る戦、アニメの古城悟と虎杖悠仁氏の比較とその影響力。文章！皆さん、こんにちは！今回は人気アニメ呪術巡る戦のキャラクター、古城悟と虎杖悠仁氏について比較してみたいと思います。この二人は作中でも重要な存在であり、こんな魅力を持っています。それでは比較していきましょう。まず五条悟についてですが、彼は呪術個々の先輩であり、非常に冷静かつ知識豊富なキャラクターです。彼の持つ知識は作中でも頼りにされ、その的確な判断力は多くの人の注目を集めています。また五条悟の戦闘力も非常に高く、その戦闘スタイルは洗練されています。彼が登場するシーンはいつも迫力満点で、視聴者を魅了しています。一方、虎杖悠仁氏は物語の主人公であり、彼の成長と葛藤が物語を進めています。彼は強力な呪力を持ちながらも、自身の過去や使命に悩む姿が描かれています。虎杖悠仁氏のキャラクターには人間味があり、視聴者は彼に共感しやすくなっています。また、彼の戦闘シーンも非常に迫力があり、その成長を感じさせます。この二人の比較によって、物語の展開やキャラクターの魅力がより深まっていると言えます。五条悟と虎杖悠仁氏は、互いに影響を与え合いながら、物語を盛り上げています。その影響力は大きく、視聴者たちは彼らの活躍に引き込まれています。以上、呪術巡る戦の五条悟と虎杖悠仁氏の比較とその影響力についてご紹介しました。この二人のキャラクターはアニメをより魅力的にしています。ぜひ皆さんも彼らの活躍を楽しんでください。コメント。この動画を見て、私も五条悟と虎杖悠仁氏の比較について考えるきっかけになりました。二人のキャラクターの個性や戦闘シーンについて詳しく解説してくれたので、より深く理解することができました。また、物語の展開やキャラクターの影響力についても興味深かったです。この動画はとても読みやすく、タイトルも魅力的でした。今後もこのような動画を期待しています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。